はい、こんにちは。マッチングアプリ21連敗男こと津田圭介でございます。今回はとある企画をやっていきたいと思います。その名も東京マチコン武者修行。はい、ということでどういうことかというと、今回ですね、私ちょっととある用事で東京に行くんですよ。でその用事っていうのはもう1時間とか2時間ぐらいで終わるもので、その後暇っていうのもあるので、せっかくなんで私婚活 YouTuber として東京のマチコンにね参加してみようかなっていう風に、あっちゃいー、東京と福岡のマチコンの違いだったりだとか、あと福岡ってよくほら博多美人なんて言われて、美人が多い街なんて言われますけども、実際どうなのかとか、あと男性のレベルはどうなのかとか、福岡と東京のマチコンの違いをね、皆さんにぜひレビューできればなというふうに煽っておりますけれども、まあね、俺と一緒に参加する、男の人たち。まあ今回ね、福岡の、マチコンって言われた俺が参加するからには、もう君たちにね、もういいね来ないから。悪いね。俺が全部かっさらうから。ごめんけど。人生変えに来てると思うんだよ。俺もそうだけど、毎回マチコンに行くときってさ、今日こそは彼女作るぞって。ね。前の日から、鼻パックしたりとか、なんか、髪の毛こういじったりとか、眉毛剃ったりとか、ある程度準備してくると思うんだけど、それ全部無駄だから。あと君たちが払った参加費5000円。それも無駄になるから。君たちはもう戦う前から、もう負けが決まってるっていうことで、頑張って、せいぜい。せいぜい頑張れよ、お前ら。でもね、本当にやっぱ緊張するよね。東京って怖いのよ。地方からすると。おしゃれな人多いんだろうなとかさ。全然実はレベルが違うんじゃないか、そういうパーティーのとかって思ったりとかして。ちょっとね、ドキドキしながら行くんですけれども、福岡のね、意地をね、見せたいと思うんで、頑張っていきたいと思います。これ全くの余談なんですけど、せっかく東京に行くんで、大学4年間サークル一緒だった人が東京にいたんですよね。なんでその人にね、せっかくなんで夜会おうよっていう風に、LINE したんですよ。そしたらね、こんな感じで返信が来ました。大学生の時からそんなに仲良くなくない？話すことないです。いや、東京で何があってん？お前そんなやつじゃなかったやろ。もっと明るいやつやったやろ。よそよそしいし。確かに久しぶりに連絡取ったんですけど、そんな仲悪くなかったと思うけどね。サークル4年間一緒だったし、その間、何度も飲みに行ったしさ。だからなんか、東京に揉まれたのかなっていう。しかもさ、断るならさ、ごめん、その日仕事あるんよってええやん。そんな仲良くなかったとか言う必要なくない？なんで言葉のナイフで切りかかってくるの？傷つきましたよね、正直。なんか、東京、ね、一人で行く、東京行くの初めてなんですよ。だから、東京ワクワクって思ってたら、なんかもうこれで一気にテンション下がっちゃってさ。ということでですね、そんなメンタルズタボロな状態で行ったマチコンの、VTR ありますんで、そちらをご覧ください。VTR? はい、始まりでーす！やっぱり人多いっすね。やっぱ東京のマチコンに参加するってことで結構ビビってたとこはあるんですけど、でも意外と人を見るとそんなに福岡と大差ないというか、別におしゃれ度とかそういうのもだから意外に行けそうな気はしてきましたね。今回のマチコンはいいね無制限なんで、半分参加者の半分からいいねをもらうっていうのを目標にしてやっていこうと思っております。いいね数無制限のマチコンなら福岡でも半分ぐらいはいつもいいねもらえるんですよね。そっからそのマッチング、最後のマッチングっていうのは1人か2人しか選べないんで、マッチングするのが難しいんですけど、今回、いいねは僕からは送らないです。いいね送っちゃったら向こうからマッチングのあれが来る可能性があるんで。
さすがに向こうもこっちがいいねしてないのにマッチングをしようとはしてこないはずなんで、そんな感じで、まあ、今回はこっちからいいね送ったりはしないんですけど、まあ、向こうからどんだけいいねもらえるか、東京で俺が通用するのかっていうのを、まあ、試していこうかなっていうふうに思います。で、あのレッドブルね、うん、やっぱりこれは俺なんか待ち子の時はレッドブル飲んじゃうんだよな、うん、翼生やして頑張っていけーす。ネットフリックス俺も入ってます。あ、本当ですか？はい。え、韓国ドラマとかですか？めっちゃ見ます。あ僕どちらかというと、うん、あのアメリカ系のやつの方が見るんですけど、でも韓国も有名どころは見ました。イカゲームとか、イテモンクラスとか。私は有名どころしか見てない。あ、本当ですか？アプリ、うんうん、マッチングアプリとかも登録したんですけど、うん、年下の人が多くて、ほう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 とかなんかあんまり真剣じゃない人とか、あ、やっぱそうですよね。なんかやっぱどうしてもアプリでやるとなんかいつでも誰とでも会えちゃうから、そうそうそう、一人一人に対するその真剣度みたいなのがわかります。いや、いいっすね。いや、なんか女の子とかとデートとか行ってもなんかあんまり食べない子とかだったらちょっとつまらないみたいなのあるんですよ。いや、旅行とか行った時とかいろいろ食べたいじゃないですか。お腹いっぱいとか言われちゃうとテンション下がるから。あ、そうですよね。やっぱそれが旅行っすもんね。旅行といえば。ありがとうございます。楽しかったです。テニス部で高校、バレー部です。バレー部。ああ、でも背高い。そうそうそう、185cmあるんですよ。もうそれどうやっていい。でも弱小でした。ああ、え、そうなんですか。はい、もう中学の時とか、まあ、25点なんですよバレーボールって。25対5とかで負けてました。心ちょっと若干折れちゃう、はい。しかもその5点、相手のサーブミスとか、ね。最後まで見ていただいてありがとうございます。今回のマチコンは1対1でお話しするっていうのをぐるぐる回していくタイプのマチコンだったんですけれども、まあ、女の子はね、どうやら参加者8人全員希望通りにはいかなかったかもしれないけど、誰かしらの男の人とはマッチングできたみたいで、あぶれた人はいなかったっていうところで、まあ、今回マッチした男どもね、今回俺がいいねに参加しなかったから、お前らマッチできたけど、まあ、よかったじゃん。俺が本気出せばね、お前ら今日マッチできなかったわけだけど、だからさ、今日マッチした女の子、お前ら絶対幸せにしてやれよな。もうそれが俺の願いかな。まず女の子の参加者どうだったかっていうと、まあ、よく福岡って博多美人とか言われて可愛い子が多いって、まあ、言われてはいるんですけども、正直で、ね、別に変わんなかったです。はい。
まあ、福岡も福岡で可愛い子いるし、東京も東京でね、全然みんな可愛かったですよ、参加者の人たち。で、まあ、会話の内容とかも、東京だからどうとかっていうことはなく、まあ、ほぼほぼ福岡と、まあ、同じような会話の流れで進んでいってたイメージですね。一人170センチの子がいたんですけど、いや、この子は俺本当にちょっとルール破っていいねしようかどうか迷ったぐらい趣味とかが合うなっていう風に思ったんですよ。まあ、まず筋トレがめっちゃ趣味なんですね。まあ、筋トレっていうかヨガとか、まあ、フィットネス系なんですけども、週3ぐらいやってるっていうところで、僕もまあ筋トレ週3ぐらいやってて、まあ、食事とかも割と気をつけてたり、で向こうもそうで、であとは読書が好きっていうことで、まあ、僕も結構小説とか読んだりするんで割と好きなんですよ。でその話で盛り上がったりとかして、筋トレとか読書ってなかなかやっぱ若い人いなくて、ここで会っちゃったかっていうね、うわ、ここで会ってしまったか、なんていう運命のいたずらっていうね、福岡で出会えたらよかったなみたいなね。まあ、マッチできるかどうかわかんないけど、でも向こう170センチで結構背高くて、で、まあ、コンプレックスっていう風に言ってたんですね、背高いのが。男女の理想の身長差って15センチってよく言うじゃないですか。で俺185センチなんで、あ、15センチちょうど理想、なんかその理想の身長差ですね、みたいな、うわ、本当だ、みたいな感じで盛り上がったりして、楽しい時間過ごさせていただいたんですけれども、まあ、もしね、彼女が福岡のマチコンに来てたら、まあ、マッチしますよね。で、その後、ちょっと今度お茶でもしませんか、なんて言って、あ、ぜひぜひ、って言って。1回2回3回ってね、デート重ねて、あれ本当にね、俺君のこと大好きなんだみたいな、もう本当に3回しかまだデートしてないけど、まあ、本当に付き合っていきたいと思ってるんだよね、付き合ってくれませんかなんて、私も同じこと思ってるなんて言われちゃってね。で3ヶ月後にはね、旅行に行くわけですよ、2人で。で旅館でね、君と出会って、まあ、本当に、まあ、まだ3ヶ月しか経ってないけど、もう本当に1年2年一緒にいるようなもう感覚で、もう君がいるからもう仕事とか今頑張れるんだよね、君と一緒にいられる時間が本当に俺にとっては大切なものなんだよねとか言って、で、いや、私も同じこと思ってたみたいな、津田圭介くんも、そんなこと思っててくれて嬉しいとか言ってね、まあ、2人で見つめ合ってキスしなんかしちゃったりして、で1年後にはね、そろそろお互いの、両親に挨拶行くかとか言って、で向こうの両親の挨拶行ったら、もうすごいいい男連れてみたいな、もういつでもうちの娘もらってくださいみたいな、お父さんとお母さんに気に入られちゃったりして、でね、もう2年後には結婚して、でそれからさらに結婚から半年後第1子生まれて、じゃあ次いつ産もうかみたいな、2年半後ぐらいにね第2子生まれて、で4人家族でね幸せに暮らしていくっていうところまで見えたんですけど、まあね、これが神様のいたずらで、まあなかなかね、居住地が違うし、なかなか厳しいということでね、本当に残念だったんですけども、まあそういうね、いい子もいましたということですね。で、男の参加者なんですけど、まあいつもそうとは思わないんだけど、今回に限ってはちょっと福岡よりレベル下がるのかなっていうふうに思ったんですよ。っていうのも、なんかね、ザ・オタクみたいな、メガネとなんかちょっとチェック柄のシャツみたいな人とか、あとはシルバーアクセサリージャラジャラとか、筋肉めっちゃあるんだけど、まあ、パツパツの服着ちゃってるとか、あとメンズメイクしてる人とか、まあ、かっこよかったんだけどね、みんな。それはそれでめっちゃ個性だとは思うんだけど、ただマチコンって個性が邪魔になることあるから、多分みんなそれぞれ刺さる人にはめっちゃ刺さると思うんだけど、万人受けはしないだろうなっていう感じの服装の人がまあ多かった印象ですね。うん、はい、ということでマチコン武者修行東京編いかがだったでしょうか。まあ、今回ね思ったのは、やっぱ参加してる時に東京のマチコンってどんなんだろうっていうので、ちょっと若干俯瞰してそのマチコンを見てたところがあるから、いろいろ普段自分が参加するよりも学べることがすごく多くて、まあ、この、ね、経験を生かして、ね、今後の福岡のマチコンに生かしていきたいと思いまーす。ということで今日の動画はこれで終わりです。ありがとうございました。前回の生放送を来ていただいて本当にありがとうございました。皆さんがコメントしてくれたおかげでね、なんか初めてにしてはまあまあうまくできたんじゃないかなというふうに思ってるんですけれども、また動画投稿が間に合わないときは食材の生放送ということでやっていこうと思いますんでね、ぜひよろしくお願いします。